フランソワ・トンバルバイフランソワ・トンバルバイは、チャドの政治家。チャドの初代大統領を務めた、在任1960年から1975年。トンバルバイは1918年、チャド植民地南部のモアイエンシャリ県のサラ人の、キリスト教徒の家に生まれた。チャド新ポ党が、ガブリエル・リゼットによって決闘されるとこれに参加し、1959年5月に、 リゼットに代わってチャド新ポトウの当主に就任。フランス領赤道アフリカの各植民地の独立が現実的となると、赤道アフリカの4植民地をまとめた中部、アフリカ共和国連合構想を推進したが、ガボンの反対や中央アフリカの混乱などによって果たせなかった。1960年8月11日、チャドが独立すると、トンバルバイは大統領に就任した。 トンバルバイは南部のキリスト教徒の出身であり、政権基盤もそこに置かれていたが、南部のキリスト教徒は、チャド総人口の7%程度に過ぎず、総人口の50%を超える北部のイスラム教徒との対立は深まる一方であった。さらにトンバルバイは独裁化を進め、1962年には、 自身の与党チャド進歩党以外の政党を禁止し、1963年には正式に一党独裁制に移行。南部優遇と相まって特に北部において不満が爆発し、1969年には北部のイスラーム教徒がチャド民族解放戦線を結成し、反政府活動を行い始め、内戦が勃発した。フラリノットはリビアのカッザーフィーの支援を受けており、 これに対抗するために、トンバルバイはフランスに支援を要請し、フランス軍がチャドに派兵された。1973年、トンバルバイはザイールのモブツ大統領の政策に反を通り、アフリカ化政策に乗り出した。首都フォールラミーは、ジャメナと改名され、トンバルバイのファーストネームも、フランソワからンガルタへと変更された。1974年、 主要輸出商品である綿花の増産政策が打ち出されたが、当時のチャドは大干ばつに見舞われており、綿花の増産は不可能な状況であったため、さらにチャド国民の不満は募っていった。1975年、フェリックス・マルウム将軍によるクーデターが発生し、トンバルバイも暗殺された。ありがとうございます。